しっかりとした食感にカラメルのほろ苦さが絶品。40年以上愛され続けているベストセラーのカスタードプリンに、卵料理との相性抜群、白醤油とオリーブオイルに黒トリュフが加わった贅沢な調味料も。開店と同時に多くの人でにぎわっています。今年で3回目ということなんですが、大人気ですね。今日から丸いまい札幌本店で始まった紀ノ国屋の特別販売会。紀ノ国屋は首都圏を中心に45店舗を展開する高級スーパーで、自社のオリジナル商品など会場には500種類以上の食品と雑貨が並びます。来るたびに買いに来てるので美味しいし好きですね。すごい量ですね。そうですか。あ、なんかお友達にあげるとかですね。会場では焼きたてが味わえる実演販売も。1959年から続く伝統のアップルパイは、当時米軍基地にいた職人を招いて製造を始めたそうです。サクサクっとしたパイではなくて、あの練りパイというパイでしてね、どちらかというとパン生地のもちっとした、ちょっとパイっぽくはないんですけど、当時のアメリカンスタイルのパイというのはこの練りパイがスタンダードだったの。焼きたてをお客様にご提供するスタイルですと1日最高で1500枚売れたり。こちらは紀ノ国屋の菓子部門で6年連続販売数1位のラー油エビせん。ラー油の辛さとエビの甘みがたまりません。おせんべいいただきます。ピリッと辛くてニンニクの味もしっかりしていて、おつまみにも良さそうです。美味しいです。そして会場でひときわ多くの人でにぎわっていたのが、皆さん真剣に選ばれているのがエコバッグです。紀ノ国屋のロゴが入ったエコバッグ、大小さまざまな種類があり、何枚も購入する人の姿も見られました。使い勝手がいいんです。すごく丈夫で、夫と私と新商品のこんな可愛いの、ちっちゃいのもあるんですね。新商品もですね、まあ、この時のためにですね、準備をして、お持ちしているものもやっぱありますし、年に1回のこの実際に手に触れて見て買っていただけるこの機会ですので、お楽しみいただければなと思ってます。紀ノ国屋の特別販売会は丸いまい札幌本店で今月14日まで開催されています。